おはようございます。12月12日モーニングショットをお届けしたいと思います。ドリームは、当初145円の、まあ、70前後で買ってみようかなと思っておりましたが、ちょっと売り気が強いので、145円の6050まで下げて、ただ買い値はですね、58ぐらいでイメージをしましたが、差し値はしない形で今日は全ての通貨、マーケット薄くなってくるので、差し値はしない形といたしました。まあ、結果論ですけど、58置いとけば今73なんでリグえたなというふうに思っております。利食いを140、こちらの方は5円の95、146円の丸5でイメージをしております。ストップ145円の30割れたらロングはやめるつもりで、ユーロドル 1.074535 の買い、 1.0718 ストップ、 1.078595 利食い、ユーロ円156円の5040買い、156円20ストップ、157円の2030利食い、ポンド円、182円の7565買いから182円の50ストップ、183円の6575利食い、タイドルは 1.253525 買いから1.25ちょうどでストップ、 1.2595、 1.2605で利食い、オージー円95の5040買いから95の20ストップ、95円の95、96円の丸5で利食い、タイドルは 0.65 の5545買いから 0.6525 ストップ、 0.661020 利食い、ニュージー円88の8575買い、88の50ストップ、89円の7080利食い、タイドルは 0.6110、 0.61 ちょうどで買い、0.6080 ストップ、 0.617080 利食い。本日は全て、こちらの方は、差し値はいたしません。非常に場が薄くなってくることと、今晩アメリカの指標ございますので、消費者物価指数、それはもともとノーポジで迎えざるを得ないものだと思いますので、今日は推しを買って、目の前でリグってという回転をしてみようというふうにイメージをしております。今74台まで戻してまいりまして、朝方、ドル円で、突っ込んだ安値が540アースクまで、下がってますけど、今7576がつきそうな感じですね。ちょっとやっぱり突っ込んだ分の巻き戻しが出ているというふうにイメージをしております。765ですね今、結構戻しましたね。ちょっと買いそびれてしまったなという感じがしますけど、そこそこ今日朝方から取れてるので、いいかなと思います。先ほど戻り高値817までありましたんで、538から突っ込んで817、もう一段上がってくるとさらにショートカバーが出るかもしれませんが、あんまり追いかけて145円の後半買いたくないんで、この辺はまた下がってくれば買うスタンスでいいかなと、そんな風にイメージをしております。また本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで、終了です。